どうも、虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました。勝手に今回は、ドライブトークで、占いの話をしようかなと思います。はい、久しぶりに占いを喋ります、過去にですね、虹色音声の方で、椎茸占いさんの本を、ちょっと紹介したりとか、石井ゆかりさんの、占いの本をちょっと一部抜粋したりとか、そういうことをいろいろ配信発信しておりますが、まあ、今回は、まあ、そういうのをいろいろ見て、まあ、僕なりにこう思う僕の主観です。虹色占いです。言うならば占いっていうか、ただ僕がこの星座に対してこういうイメージを持っているっていう、話をこう順番に、まあ、思いついた順番で喋、ろうかななんてちょっと思いましてね、勝手に、はい、勝手になんてこの番組はね、何やってもいいんですよ、はい、誰かを傷つけなきゃ、はい、というわけで今回はヤギ座ですね。虹色的主観ですが、ヤギ座について喋、ろうかなと思います。ヤギ座は12月の22ぐらいから1月21ぐらいですかね、はい、まあ、大体1月生まれの方が、該当しておりますが、まあ、その、いろいろね、本を読んだ、そこの情報とか知識とかも、こう、取り混ぜつつなので、僕の、じゃあオリジナルかって言ったら、それはちょっと嘘になるんですけれども、まあ、そういうのも加味しての、僕なりの考えですが、もう、ヤギ座はですね、とにかく、僕は気遣いの塊だと思ってます。はい。ヤギ座は。気遣いですよ。はい。だから、ヤギ座って、リラックスできないんですよ。他人と一緒にいると。だからさっさと家に帰りたい人なんですね、ヤギ座ってね。そう。自分、家帰って、自分の居心地のいい場所で一人でいるっていうことがリラックスだから、まあ、よっぽどね、心の知れた人だったらリラックスできるのかもしれないけど、ヤギ座それが結構難しいんですよ。気使っちゃうから。自然と。うん。だから僕の印象としてはいい人が多い。うん、ヤギ座は。ただ、気をつけなきゃいけないのが、まあ僕が勝手に思ってるだけですけど、一緒にいるとめっちゃいい人なんですよ。でもヤギ座はリラックスした、要はオフになった瞬間気使わなくて済むから、ふわってスイッチが抜けると思うんですよね。だから会ってない時、うん、会ってない時、例えば連絡をやり合ってるとか、会う約束をしてる、会う直前までの間はヤギ座タイムなので、なんか僕的にはたまにびっくりする時がある。びっくりっていうか、そこまでんって思う時があるんですよね。だから、まあ、どういうことかというと、ちょっとうまく説明しにくいんですけど、人って、まあ、会ってる時、まあ、僕もね気使ったりはしますけど、会ってない時でも、あ、これからこの人に会うな、なんかこれやっとこうかなとかって、まあちょっと事前にこう準備したりとか、まあ誰でもそういうことはやると思うんですけど、多分ヤギ座はそれがとっても低いと思う。うん。だってその時間は自分の時間だから。これから人に会おうと思っててもあまりやらない。優先順位的に多分自分が今1位なんですよ。そう、そこがちょっとね、あれ、あ、なんか事前にこういうことを言ってたのに、まだなんだ、まあまあいいけどみたいな感じになるパターンが結構多いかな。まあそのね、別に特定の誰かっていうわけじゃないですよ。ヤギ座結構多いんで、知り合い身内でもいるぐらいだし、だからそういうのは結構見受けられるんですよね。まあ、別にそれに対して腹立つことは全然ないんですけど、自分と重ねた時に、あ、自分だったらこうするのになっていう思うところがヤギ座は結構ない。だからそれは多分僕が思うに、普段は気遣いをしまくっちゃうから、一人でいるときは人のことまで考えてないっていう、うん、まあこれ言ったら公平なんですけど、ね、全く考えてないわけじゃないと思うんだけど。だからその差はあるんじゃないかなって思います。それは僕がヤギ座に対してすごく思うところですね。あと、またちょっと別な角度から見ちゃうと、待ち合わせとか、うん、
時間とかをこう決めて、いついつどこで会う、何時に会うとかっていうのをあんまり守らないかなと。なんか別にそこまでね、あのきちっとね、まあ、僕はすごく守るタイプなんですけど、なんか相手を待たせたくないなっていう気持ちがすごく強く出ちゃうタイプなので、あれなんですけど、多分ヤギ座系は、ヤギ座系はっていうか、ヤギ座の方たちはあんまりそれがない人が多いかなっていう印象はあります。ね、これは自己中とまたちょっと違うんだよね。本当に悪気がないっていうか、うん、自分タイムが発動してるがために、だし、まあ、逆のことされても全く怒らない。うん、怒らないというか、もう、イラすらない。なんですらないっていう。だからすごい広い心の持ち主とも捉えられる。さっき身内でもいるって言ったんですけど、兄貴と一番近い妹がヤギ座なんですよ。うん。だからその印象すごい強いんだよね。まあ、時間通りに動いたことあったっけみたいな。本当にそれぐらい。別にこれは家族が当てはまってるからそうだって行き着いたわけじゃないですよ。知り合いにも結構いるから、友達でもいるんで、あれなんですけど。それはすごくね、思いますね。まあだからそれを、まあ、僕はね、ヤギさんはそういう人なんだっていうのをもう、心の中に、頭の中に入れてるので、そういうことが起こっても、全然もう、あ、ヤギ座だし、全然大丈夫って思ってるんですよ。だから、そこに対してこう、もう人としてさ、とかさ、いや、俺だったらこうすんのに、とか、もう全く思ってないです。だから、占いってそういうところがあるから、いいんじゃないかなって思ったりするんですよ。結構知ってて、ある意味得かなって。うん、人を許せる。こういう特徴がある星座だしな、みたいな。そういう意味でもね、皆さんにも結構そういう風に、知ってもらえれば、こう、周りにいるね、知り合いの、この星座は、あ、まあ、ヤギ座だったら、あ、ヤギ座だし、まあ、ちょっとね、遅れても、まあ、ヤギ座だから、まあ、それはしょうがないか。悪気ないしな。思えるんじゃないかなと、思います。自分のためになる。そんな感じで、虹色占い。虹色主観、今回はヤギ座を喋、ってみました。聞いてくれてありがとうございます。また他の星座ね、まあもちろん全部やるつもりですけど、ある程度凝り固まったら喋ろうかなと思ってます。というわけで虹色映像終わりたいと思います。さよなら。